マップ変化1謎の設計図ザ・シタデルのお城のすぐそばこちらの小さな砦の屋上に謎の設計図が現れましたこの設計図に書かれているものはどこかワープ装置のようにも見えますが一体何なのでしょうか ザ・シタデルの王であるエイジレスは島から取れるキネティック鉱石というものを使って何か企んでいることが分かっておりシャッタードスラブズにてキネティック鉱石を取り出しそれを水路を使って運びこの設計図のある砦の麓にまで持ってきておりそれをクレーンで陸上に持ち上げトロッコで設計図のある砦の屋上まで運んでいる様子がこと細かくマップ上に表現してあります。 キネティック鉱石を使って、このワープ装置を完成させようとしているのは、まず間違いないようです。そもそも、このキネティック鉱石は、紫色に光り輝いており、キューブのように見えますが、どちらかというと、ワンタイムイベントフラクチャーにて、パラダイムがゼロフュージョンを行ったことにより、ゼロポイントのエネルギーが結晶化したものが島の地下にあるのではないかと考えています。 キューブには人の邪悪な心を映し出したり、ゾンビを作り出すような力はあるものの、ゼロポイントや次元の裂け目のような時空間を移動する力はないことを考えると、この設計図に書かれているものが本当にワープ装置ならば、キネティック鉱石はゼロポイントの結晶のかけらのようなものであり、島の地下に存在するキネティック鉱石をエイジレスが利用しているのではないかと考えることができます。 そして、装置を作る指示を出したのが、ザ・シタデルの王である、エイジレスであれど、この装置を作っている人物は、フォルティスプリッツに NPC として存在している。あの、スクラップナイトジュールズなのではないでしょうかスクラップナイトジュールズの NPC の説明には、この新たな島の技術は興味深く、スクラップナイトジュールズは、それについて教えてくれるならば、誰とでも協力するつもりだ。 オースバウンドとそれに属する謎のリフトウォーデンであろうともそうスクラップナイトジュールズは島の技術を得るためならオースバウンド要するにエイジレスに協力すると言っているんですよねさらにこの設計図の横に置いてある机 スクラップナイトジュールズが使っている机と非常によく似たものとなっていますそして天才的発明家であるジュールズはチャプター2のシーズン2の時マイダスの指示のもと人口ゼロポイントであるザ・デバイスを作り出しループの世界を破壊する手伝いをしていました以前ジュールズがマイダスの指示のもと人口ゼロポイントであるザ・デバイスを作っていたように今回はエイジレスの指示のもとゼロポイント のの結晶のかけらを使い謎のワープ装置のようなものを作っているのではないでしょうか。 そう考えると、このワープ装置、単にマップ上をワープする装置というわけではなく、チャプター4のストーリーにおいて、非常に重要なオブジェクトであり、このワープ装置を使って、フォートナイトの世界を揺るがすような、何か、とんでもない事件が起こるのかもしれません。そして、このエイジレスという人物、スキンの説明に、スナップショット、 要するにループの中の分身と説明があることから IO を設立したジェノの分身であることが分かっているのですがゼロポイントにより分裂してしまった自分の本体であるジェノをこのチャプター4の世界に復活させようとしているのではないでしょうか実はこのワープ装置を使って何をしようとしているのかそのヒントがジュールズのスキンの説明にあります オースバウンドとそれに属する謎のリフトウォーデンであろうともそう。 スクラップナイト・ジュールズはオースバウンドのエイジレスに協力するとともに謎のリフト・ウォーデン要するに裂け目の番人にも協力すると言っているんですよねエイジレスやスクラップナイト・ジュールズはこのワープ装置を使ってリフト・ウォーデンと呼ばれる裂け目の番人をこの世界に召喚しようとしているのではないでしょうかそしてさらに今月のクルースキンとして登場したジョニー・ザ・レッドを 彼女はバンパイアハンターバンパイアを倒すことを目的に結成されたハイステークスクラブのリーダーであり今回のバトルパスにはヘルジーと呼ばれるそのハイステークスクラブのメンバーも登場しておりどちらのスキンも NPC としてマップ上に登場しておりバンパイアやクリーチャーを倒そうとしていますハロウィンイベントのフォートナイトメアが終わったばかりだというのになぜこの2人がバンパイアやクリーチャーを見つけて 倒そうとしているのか不思議に思っていましたがもしかするとこのヴァンパイアハンターが探している相手こそがエイジレスやスクラップナイトジュールズがこの世界に召喚しようとしている酒目の番人のの人ことななでではないでしょうかエイジレスとスクラップナイトジュールズが手を組みワープ装置のようなものを作ろうとしていること スクラップナイトジュールズが裂け目の番人と呼ばれるリフトオーデンに協力しようとしていることヴバンパイアハンターであるジョニー・ザレッドやヘルジーがバンパイアやクリーチャーを探していることを合わせて考えると今後チャプター4の世界にあのキューブクイーンやヘラルドに負けずとも劣らないような超強力な敵が現れると考えると全ての辻褄がありますマップ変化に ダイヤモンドディーバーフレンジーフィールドの豪邸にダイヤモンドディーバという新しい NPC が登場しましたこのダイヤモンドディーバはダイヤモンドが大好きで チャプター4の世界で何かを強奪ししようとしているワイルドカードとチームを組んでいるようですが功績の一種であるダイヤモンドが大好きなダイヤモンド・ディーバとワイルドカードが手を組んだということはやはりこのワイルドカードエイジレスやエイミーが欲しがっている。 このキネティック鉱石を盗もうとしているのではないでしょうか。マーベルの世界にてビブラニウムという鉱石が様々な争いのもととなっているように、フォートナイトの世界でもこのキネティック鉱石が様々な争いの引き金となっているようです。 マップ変化3クラックショットの家ウィンターフェストが始まり、ブルータルバスティオンの左下にクラックショットの家が現れました。島がバラバラになった後、宇宙をさまよっていたクラックショットやガフですが、サージェント・ウィンターに助けられ、フォートナイトの世界に連れてきてもらっています。 そしてなんと、島に連れてきてもらったガフがくつろいでいるところ、ワンタイムイベントフラクチャーにて、ゼロポイントが島を合体させていたのと同じように、ゼロポイントがクラックショットの家を持ってきてくれました。ガフの後ろで島が合体しようとしているのが見えています。 家の内装や見た目がチャプター3のクラックショットの家と全く同じであることからチャプター3のマップにあったクラックショットの家をそのまま持ってきていることがわかりますやはりこのチャプター4のシーズン1今後ゼロポイントが様々なチャプター1からチャプター3の土地をこの島にどんどん持ってきてくれるようですマップ変化4スラッピーショアのクリスマスの木 スラッピーショアの右上、ネイマールジュニアがいるサッカーコートに、たくさんのクリスマスツリーが現れました。クリスマスに使うための木を販売しているようです。実は、これと全く同じ店が。 チャプター2のウィンタークエストの時、リテイルローの駐車場に現れていました。マップ変化後、クリスマス、マップ上のブッシュが電飾で飾られ、島のあちこちの家でクリスマスが祝われており、そして各街には大きなクリスマスツリーと共に宝箱が出現しています。また、島のどこかでトラックに乗ったウィンターサージェントがプレゼントを配っているのを見ることができます。